はい、こんにちは、レトスノーノです。5月8日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。昨日計画の目標を達成できなかった方へ、つまり計画立てたけれども、昨日の計画の量ですね、それをちゃんとできなかった、勉強できなかった、方に対して、お送りさせていただきます。それは勉強をやれなかったのか、それともやらなかったのか、つまりこれやることができなかったのか、それともやらなかったのか、これを真剣に考えてみましょう。私自身も計画通り勉強できなかった時はあります。その時振り返ってみると、時間を作ろうと思えば作れたけれども、結果テレビを見てしまって、勉強時間を作れなかったと。これっていうのは、勉強時間を作らなかったってことなんですね。今作れなかったって言いましたけども、厳密に言うとそれは作らなかったんですよ。つまり、やらなかったってことなんですね。例えば、あなたが入院していて、もう動くことができないと、スマホもいじれない。そういった状況だったら、それは勉強ができない。やれなかった。やることができなかったと言えると思います。しかし、そうじゃないってなったら、何とでも勉強ってできるんですよね。例えば、この動画を見てる間であったとしても、これもしかしたら、まあ5分ぐらいですかね。5分間は勉強できるわけですよ。またお手洗いに行った時に、例えば一問でも問題って解くことできますよね。そういうふうに細かい時間でもやるってことがすごく重要なんですね。で、それを続けていくと一回一回の勉強時間を徐々に増やしていく。そうすると計画通りできるようになってきますんで、まずは勉強やること。これがすごく重要になってきます。それでは本日の問題に入ります。A の被用者 B と、C の被用者 D の行為につき E に対して使用者責任を負うとき、 A が損害賠償金を全額支払った場合、 A は C に対して求償権を行使することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。まずこの状況を確認したいんですけれども、まあ、被用者は従業員ですよね。で、 A の被用者は B だから、従業員 B の使用者は A なんですね。会社が A っていうイメージですね。で、被用者 D、 従業員 D の使用者は C なんですね。で、 B と D の行為で E が被害を受けたという状況です。 B と D の行為で E が被害を受けましたと。で、 B の使用者である A が損害賠償したんですね。全額支払ったという状況です。で、この場合 A さんは、使用者 A は使用者 C に対して求償できるかっていうことが質問されているわけです。で、一応図を書くとこんな感じですね。従業員 B がいて、その使用者が A、 従業員 D がいて、使用者が C、そして B と D の共同不法行為によって E に被害を与えちゃったという状況なんですね。そして A が全額賠償したという状況です。弁済って書いてありますけども、まあ、賠償したと、全額賠償した。で、 A さんは使用者 C に求償できますかというところが質問されているんですけども、これ求償できるんですね。負担割合って、これまあ過失割合って考えていただくと分かりやすいです。B と D の過失割合に応じて求償できますよってことですね。まあ、今回の問題は、求償できるかどうかを聞かれているから、まあ、求償できる丸っていうので終わりなんですけども、どれだけ求償できるかっていうと、この過失割合に応じて求償できるよと、まあ、いうことです。まあ、イメージとしては、まあ、D さんの方が、まあ、過失の割合が大きかったと。D さんの方が責任重くて、B さん責任軽かったっていうのであれば、A は C に対して、比較的大きい金額を求償できる、請求することができると、まあ、いったイメージですね。で、問いにですね、取引士、いわゆる宅建士ですが、業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該取引士はその登録を少女されることはない、丸か罰かという問題です。答えは登録少女されることはありませんので、丸になります。取引士が登録少女されるのはどんな場合かっていうと、この4つのパターンですね。不正手段によって登録を受けた、もしくは不正手段によって取引主張の交付を受けた場合、2つ目が登録の結核事由に該当する場合、3つ目が事務禁止処分事由に該当し、特に情状が重い場合、
4つ目が事務禁止処分に違反した場合、この4つなんですね。で、今回の内容っていうのは、業務上過失傷害の罪を犯して10万円の罰金の刑に処せられたって書いてありますね。で、これっていうのは今話した1から4に該当しないんですね。したがって登録少女はされません。なので登録少女をされることはないっていうのは丸になるということなんですね。で、注意していただきたいのは、傷害罪による罰金刑を受けた場合なんですよ。この場合っていうのは登録少女されます。どれに該当するかというと、この2番ですね。登録の欠格事由に該当する場合、これに当たるんですね。傷害罪による罰金刑っていうのは、登録の欠格事由に該当してしまいますので、登録少女処分事由に該当すると。つまり、登録の欠格事由に該当するから、登録を取り消されますよっていう話です。ここの2つはきっちり対比して頭に入れていただければと思います。引っかかった方は注意してください。で、問3ですね。宅地造成工事規制区域内において行われる切戸であって、当該切戸をする土地の面積が600平米、かつ高さ 1.5 メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事については、知事の許可が必要である、丸か×かという問題です。答えは、許可必要ですね。なので、丸です。宅地造成工事規制区域内において、下記いずれかに該当する場合は知事の許可が必要です。一つ目が、切戸もしくは盛戸をする面積が500平米を超える場合。今回600平米ですよね。500平米超えてます。なので、もうこの時点で許可が必要だということから、もう丸だというふうに導いていただいても構いません。そして、もう今回切戸ですよね。で、切戸について高さ2メートルを超える崖を生じる場合。この場合も許可必要なんですけども、今回は 1.5 メートルですね。1.5 メートルなので、2には該当しません。まあ、2には該当しないんですけれども、いずれかに該当する場合、許可が必要だから、どれか一つでも該当するものがあったら、その時点で許可が必要なんですね。だから、2を満たさなかったとしても、1を満たすので、許可が必要だということです。まあ、この点は注意しておきましょう。そして、先日開講させていただきました、短期講座、短期集中実用化アップ講座は、5月10日までが最安値価格となっております。短期講座では短期間で実力を上げること、時短を目的とした講座となっております。現状実力上がっていないなと不安の方は、まだ今からでも十分合格力つけること可能なんで、ぜひ一緒に勉強していきましょう。やり方を間違えたら、もうどれだけ勉強しても実力上がりませんので、今からでも合格するための勉強の仕方を一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用アップ講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。レトスの小野でした。